お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらのエリクさん7倍チャレンジをね、したいなと思います。で、ですよ、これ。ただ、クリアするだけならば、まあ、ぶっちゃけね、こう、まあ、見たいけどもいいかもしれないんですけど、それはね、いろんな方がやっぱ攻略を出してるので、僕はね、こう、違うことをしようと、そういう感じの動画をね、今日1本目にも出してるんですけど、今日はね、こちらの、なんと、高回転デッキですね。高回転デッキで、このエリクサー7倍で、勝っていこうと思います。なんで、相手は、こう、まあ、キョスケ、ペッカー、ゴレとか、こう、メガナイトとか、エリコレとか、こう、もう超重量級が、こう、どんどん出てくるわけなんですよ。まあ、その重量級どもをですね、これ、高回転で、仕分けるのか、それとも、こう、押されて、やっぱ負けるのかっていうのはね、こう、まあ、やっぱでも、プロだからこそ、高回転で、この相手の超大量のね、軍勢を、こう、防衛していくところをね、見せていけたらね、いいんじゃないかなと思います。というわけで、こちらね、ウォールブレイカーデッキで真面目に僕はね、勝ちに行きます。で、相手がもしロケット削りだった時は、まあ、負けちゃうかもしれないんですけど、基本的にね、こう大型の形を作る系の相手では基本的に勝てると思うので、さあさあさあ。で、回転が超速いんだよな、僕の場合は。やべやべ、エリが漏れるのマジ良くないですね。エリ漏れだけやめて、オッケーオッケーオッケー。エリ漏れさえ気をつけとけば、多分ね、勝ってると思うんですよ。だから余裕説がありますね、なんか今のところ。今のところなんか余裕な感じがすごいありますが、で、これ延命していきます。もうボムタワーとかこの辺に置いて、延命していきます。さっさっさ、マジックアーチャーが、めちゃくちゃ溜まっていきますよ。で、ヤンナーメがちょっと待って、やばい。ここは一回飛ばせる。はいはいはい。相手のデッキもね、てか相手も結構コストが漏れてる気がするんですね。これね、大事なのがね、エリ漏れをしないのがすごい大事ですね。このチャレンジ。もうエリクサがやっぱ漏れちゃうんですよね。回転が早すぎて。そう、それをね、こう、どれだけ防げるかっていうのもね、すごい大事になってくると思います。で、このボムタワーの爆破とかもね、しっかり生かしつつ、で、攻めつつね。で、あとはもう全部ボムタワーで防衛します。最強カードはボムタワーですね。はい、入る。さっ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 さ、しっかりね、しっかり、ただただ、もう高回転で勝つ動画です、これ、回はね。なんか勝てれるかどうかすごい怪しいんですけど、あ、待って、ちょっと待って、こういうことがね、やっぱ起きてきますよね。回転が早すぎる上での、やっぱ事故ですね。よいしょ、これもう爆破をうまく使いつつ、真ん中に集めて、さっさっさ、もう無限ですね、無限。エリがやっぱ漏れちゃうんですよね。こんぐらい早く回転回してても、エリが漏れちゃうんで、ちょっとむずいですね。ですが、まあ、これは勝ちましたね。よいしょ。まあ、一戦目なんでね、まずは、順調に勝っていきたいなと思います。で、このチャレンジ、一回チャレンジクリアしちゃうと、もうチャレンジできないみたいなんですよね。それがね、ちょっと辛いところかなと思いましたね。だからやっぱ何回もできると、こう、ね、砂漠とかいっぱい持ってると、何回もね、いろんな感じで遊べるんで、それはすごいいいなと思ったんですけど、一回クリアした瞬間終わりっていうのは非常に辛いなと思いましたね、僕は。相手はペッカ工場ですね。てか、ポイズンこれ多分打たないぐらいでいいですね。相手は対ペッカです。勝ちます、これは。これ勝ちたいですね。さあ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 、ウォールブレイカー最強。これ蓋最強。もうこれ、いやマジ何が起きてるかぶっちゃけわかんないですけどね。本当にぶっちゃけ何が起きてるかわかんないですけど、ディガーでほぼほぼ削っていきますね。ボムタワー強すぎ。ボムタワー強すぎですね。よいしょ。そうそうそう。延命もしたいですね。延命もしたいが、攻めたい。攻めたいし、延命もしたい。いや、これ、ペッカとか絶対通んないでしょ、これ。ペッカはね、多分相手舐めてますよね。絶対通んないでしょ、これ。ペッカ、もう、だって余裕で止まりますもんね。で、こう、おしゃれディガーして、攻め取るので全固めして。いやー、うまい。これ見て、マジアチャ40し、これ見て。こんなこと普段できないですからね。こういうのができるので、このデッキはね、ちょっと楽しくて僕はすごい好きですね。よいしょ。さあさあさあ、もう気づけば、なんかいろんなところにいろんなユニットがいて、よいしょよいしょ。もう全部延命もするし、どんどんマジアチャ無双タイム入ってますね。トルネでまとめて、相手のユニット全部しばくと。やばくね？これがね、ちょっと楽しいですね。もっと、多分ね、こうやっていけば、こう、メガナイト、ゴレメガナイト、エリババ、レイジウィザードとかもね、多分来ると思うんで、どんどんやっていきましょう。一試合のなんか感覚ずれますね。めちゃくちゃ戦ったのに、まだあと2分あるのみたいな、そんな感じのことがあります。あー、このスペル削りですね、問題は。このデッキに勝てるかどうかがすごい大事になってきますね、このチャレンジ。よいしょ、待って、ディガめっちゃ遠く行っちゃった。やべ。このチャレンジね、その、やっぱ、スペル削りデッキはね、なんか強いらしいんですよね。そのデッキに勝てるかどうかが、こう、勝敗をね、
鍵分けるかなと思うんですけど、いや勝てないかな、これ回転だとね非常に勝てないかもしれないですね。キング一気におられる可能性がありますね。いやこのペックとかもどうでもいいですもんね、ぶっちゃけ。早く、いやー間に合う、ワンチャン間に合うんじゃない、ワンチャンポイズンも削ってペックでも削って、さあさあワンチャン間に合いそう、マジで。え、これ相手はもうつかさずっていうのかな、たまらず防衛ロケット、いやそう、ロケット削りにも勝った。待って、これはでかい、マジででかい、結構でかいですね。なんかスペル決意されると間に合わないと思ったんですけど、結構やっぱバルキリースケとかの火力がやっぱあるんでね、ウォールブレイカーとかも意外と削るので、いやこれはでかいですね。さあどんどん行きましょう。ワンチャン無敗でねいけるんじゃないかっていう、まあどんどん攻めるですね。まあ、攻めなきゃもうやっていけないですね。攻めつつ守って、相手何も出してこないんや、なんでやねん。出たロケット削り、これですよ、これに僕は勝ちたいと思います。うん、普通のユニット出てくんなよ、普通のユニットも出てくる。あースパーキーそっち行く、こっち打って、こっちよしよし、待て、これもね出したもん勝ちっすよ、ユニット。これ本当にユニット出したもん勝ちで、この高回転だといっぱい出せば出すほど相手がやっぱ勝手についてこれなくなるんで、よしよしよし、オッケーオッケー。でこれワンチャン攻めとるねとかで射抜いたらおしゃれじゃね、これ攻めとるねで相手のマジ打ち射抜いて、あってポイズ、あー滑りますね、カードが滑りますね、言い訳じゃないですよ、本当にカードが滑ります、どんどんいけます。さては最強デッキこれ説がある、気づいた、止まらないのを考えたんですけど、あの相手の攻撃がねこうめちゃくちゃ来たの止まらないかもしれないと思ったんですけど、高回転のマジアチャートルネポイズンボムタワーがあれば何でも丸、いやなんか意外と僕としてはもっと苦戦する予定だったんですけど、すんなりいけちゃってますね。高回転は結局強いって感じですね、なんかこうなると。そうよしよしよし、攻めとるねポイズン、でもガンガン攻めてきますね、こっち側も攻めて、おーこういうことですね、これをさ守りきれるのかっていうところですね、ぶっちゃけ。そうボムタワー多分最強だと思うんですね、僕の中では。よし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 、そう攻めて、あーこれ攻めとるんですね、攻めとるねでいい感じにやって、 OK ダメージ稼ぎつつポイズンの処理、結局トルネポイズンマジ打ち最強ですね、こうなると。でやべ、相手もちょっとこれちょっと大変ですね、今回の相手は大変です。もうボムタワーの爆破を逆にキョスケとかの目の前に置いちゃってもいい気もしますね。やべちょっと待って、いっぱい残ってるのは嫌よ。さあですが、なんか余裕ですね。うん、ロケッティの削り、さあポイズンで削ってきましたよ。ウォールブレイカーも飛ばして、マジックアーチャー出して、ここに綺麗に射抜いていきます。あ、でも落ちた。どんどん行きます。いや、さて、これが、このモードの最強戦術説は、ありますね。相手だって今からロケット削る人間に合わないですもんね。多分僕の方が多分早いんですね、普通に。いや、さすがにそれはない。いや、でもこれ攻めとるね。よいしょ。いや、攻めとるね、マジで。これね、最強ですね。相手のヒット全部入ってる。全部入るし、ウォールブレイカーも対応できない。いやー、行きましたね。いや、気持ちいいですね、このモード、本当に。ぜひぜひ、もう、このモードのためにサブアカを作って遊んでほしいぐらい、楽しいですし、こう、ちょっとね、うまくなるんじゃない？どうだろうね。スケルトンとかコウモリとか逆にこのモードで普通使おうと思わないんで、こう、自分からね、自分を追い込む系のド M 気質の人はね、よければね、PS 磨きにね、使ってもらえてもね、いいんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕は別に違いますからね、言っときますが。はい。さあ、からの、どんどん攻めて。あ、ちょっとずれたが、これも言いに行きます。そう、こういうことっすね。こういうご両式がやっぱいるんですね、絶対。これ絶対ご両式がいるので、もうこんなんもどんどん行っちゃいます。どんどん行って、もう攻めとるね、ピーポー。ほら、いく、やばくないこれ。もう全部解ける。待って、置く場所ね。余裕で解ける。からのスパーキーも解ける。さ。いや、これはね、どう頑張る。とりあえずいっぱい置いて、ボムタワーの爆破をうまく活かしつつ、もう攻めて、多分守れると思うんですね。攻めて、ボムタワーの爆破をうまく活かしつつ、マジやっちゃ取るね。よいしょ。いや、いいっすよ。完璧じゃない？
で、まだ残り2分もあるっていうのがこのデッキを使ってるというかこのモードの、ね、特徴ですね。余裕で止まる、さっ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 さ、もうトルネマジアチャ、トルネマジアチャゲーする、はい来たー、でマジアチャに抜いてフィニッシュ。え、しかもノーダメージ、えぐくないですか。なんで相手ロケット打ってんのにノーダメージなの、意味わかんないですけどまあそういうね、ちょっとマジアチャに多分打ってたんですね。いやこれいいっすね。あと3戦やっちゃうか、この流れでやっちゃいましょう。よろしく。さあ行きます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 、もうどんどん行きます、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 どんどん行きます。おー、なんか相手もなんか、あーごめんなさい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 、ちょっと煽りじゃないさ、なんか羽羽さんデッキみたいな、あー相手も羽羽さんデッキみたいな気まりしちゃう。トレーン使っちゃって、あーメガネとか、おーもういいですねいいですね。もうマジアチャ OP、 マジアチャ OP、 マジアチャ OP、 OP 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 カード OP カード OP カード行きます。おーで、こうボムタワーも置いちゃって、これだってこれだけでマジアチャだけで相手のユニットが溶けてますからね。 OK 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 で、からの逆サイドも行きます。いや、このね、正解来ましたね。正解見つけちゃいましたね、皆さん。さては。このモードの正解は、高回転マジアチャでした。実はね、あの、ロケット削りが正解とか、いろんなデッキがね、正解みたいになってましたけど、実は、残念ながら、この高回転マジアチャデッキが、頂点でしたね。まあ、大変なんですけど、若干。若干大変なんですけど、楽に勝つのは、ロケット削りとかの方がいいかもですね。よいしょ。さあ、はいはいはい。からの、からの、延命していき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 、射抜いていき、いいですね。マジアチが残る、マジアチが残る。からの、あー、ここ延命できないが、まあ、1個折れる、オッケー。お、うん、いや、なんか、楽しいっすね、ちょっと。ただこう、射抜いてるだけなんですけど、ただもう、思いっきり攻めて攻めて射抜いてるだけなんですけども、ちょっと楽しいっていう。相手のこのユニットやばくないですかこれ。ちょっと待って、見とれてた。謎に相手のユニットに見とれる事件がありました、今。よしよしよし。さあ。やっぱ防衛しつつ攻めるっていうのがこのデッキのすごい大事なところですね。やっぱ攻めなければ勝てないので、攻めて攻めるもすごい大事ですね。で、攻めつつ守る。でもこれもマジ、クラロは上手くなれますね。攻めつつ守るっていうのが、やっぱクラロにおいて、とってもね、大事なことなんですよ。はい、気づけば勝ちと。さあ今7勝無敗かな、あと2戦すれば無敗クリア。でもどうなんだろうね、ガチのスペル呪文削りとこのデッキだったらどっちが早いんだろうね。それがね、当たると面白いんですけど、いきましょう。どんどんいきます、どんどんいきます、どんどんいきます。あ、来た大型、こういう系ですね。こういう相手を止めれるかどうかもすごいね。さあさあさあ、もう攻めとるの OP、攻めとるの 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 OP、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 もう OP 全部死ぬ、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 全部死んじゃえ。全部死んじゃえとかよくない。全部でもほら、もう全部、うぅ、来た来た来た、やべ、これですね。これやべ、止まんねえかも、ミスった。ちょっとやべ、ちょっとやべ、ちょっとやべ、待って、ライトニングやべ、ライトニング話が違う。ライトニング話が違う、ライトニング話が違う。ライトニング話が違う、すっげえいる、すっげえいる、これポイズン貼っちゃおうか。ポイズン張りつつ、おー、OK、OK、攻め、ちゃんとここで攻めますから、僕はここでちゃんと攻めるので、で、ボムタワーが破裂したら、もうボムタワーの馬鹿にね、全部持ってきます。相手の間違えちゃうら嫌だな。よしよし、ポイズンも、でも、もう、いけいけいけ、カオス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  OP、カオス OP、カオス OP。さあ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 、あれはもう、バルキリーなんか、直当てしちゃって、もう直当てしちゃって、直当てしちゃって、さあさあさあ、もう攻めて攻めて攻めて、逆に今度は飛んじゃう飛んじゃう、守る、マジアチャがめっちゃ残りますね。オッケーオッケー、これもうね、この爆破にあえて寄せるんですね。爆破、ボムタワーの爆破でもうどっか行っちゃってーって感じで攻めつつ守りつつ来た頂点ですね。このデッキが、皆さんは騙されてましたね。あのロケット削りとかじゃないっすわ、最強はこのデッキこそが頂点。さあ攻めとるねで、何が来てもOGG というところで8勝無敗ですね。結構スムーズにね、一戦もこう負けそうになることなく、あ、スペル削りかな一回やっぱ。いう感じに上がってますね。さあ行きましょう、ラスト。報酬もね、ちょっと美味しいっすよね。ウルトラレアトークンにウルトラレア宝箱なんで、ウルトラは普通に美味しいですよね。あ、メガネ伝えた。わぁ、やべ、相手のデッキもちょっとなんかマジ、ちゃんとしてんだけど。やべ、ロケット削りかよ。相手のデッキちゃんとしてるとか思ったらロケット削りかよ、お前。全然ちゃんとしてねえやけ。お前、これでメガナイト来るやつか。あ、ボムタワーで、がっちり守ろうとすんじゃねえよ。守ろうとすんじゃねえよ。
引きこもるなら引きこもってくるよ、ちゃんと。攻めとるのもしときましょうか、一応ね。うん。おお、でも、さては、ロケット削りよりこっちの方が強いんじゃない？ぶっちゃけね、ボムタワーメガナイトあって、やばくないですか？ボムタワーメガナイトあって、ロケット削りより勝ったらこれやばいっすね、マジで。ああ、いいし。待って、ほら、やばくね？ロケット削りに勝っちゃったよ。しかも、ボムタワーメガナイト入りっすよ。やばくないですか、これ。来たー！最強デッキだ、これが皆さん。まあ、使うのちょっと大変なんですけども。よければね、ちょっと使ってみてくださいよ。面白いですね、非常に。個人的にはおすすめしますね。といったところで、こちらのね、高回転ウォールブレイカー、よければ使ってみてください。では、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。